ちゃん、どうかしたの？これから先のことを考えていたのだ。霧の王のことが心配も？いや、もう少し先のことだ。桃、そなたはこの戦いが終わった後はどうするのだ？ふっふっふっ、よく聞いてくれたも。キノは父ちゃんに今回の活躍を報告するも。うん、どんなことを話すのだ？メリアちゃんたち、お供ができたことも。お供？お友達も。間違えたも。メリアちゃん顔が怖いも。冗談だ。もう脅かさないでほしいも。勇者を目指すのだろ。この程度で驚いていてはまだまだだな。もうだが焦ることはないと思うぞ。今回の旅で勇者への最初の一歩を踏み出したのだからな。これからも成長する機会はいくらでもあるだろう。それに夢に向かって進む姿は立派だと思うぞ。じゃあキノはもう立派な勇者も？そう思っているうちはまだまだだな。メリアちゃんの話は難しいも。リキに報告した後はどうするのだ？桃、どういうことも？お友達ができたのは良いことだとは思うが、それはまだ勇者への第一歩だろう。桃、お友達のことしか考えていなかったも。父ちゃんも冒険から帰ってきた後はお友達をたくさん連れて大活躍したって自慢していたも。だから昨日もお友達ができたって話したかったも。他にも何かあるも？そなた自身のことなのだ。時間はまだまだあるのだし、少し考えてみるのも良いのではないか。教えてくれないも。メリアちゃん意地悪も。それに時間がまだまだあるってどういうことも？霧の王を倒したら帰るんじゃないも？忘れてしまったのか。ジャンクスは故障しているのだぞ。修理するにしてもすぐにというわけにはいかないのだ。もうすっかり忘れていたも。勇者キノの凱旋をみんな待ってるも。どうしたらいいも。それからいろんな場所に行っていろいろな人と話して、困っている人がいれば手伝いたいも。どうするも、どうするも。昨日の壮大な計画が遅れてしまうも。メリアちゃん助けてほしいも。ちゃんと分かっているではないか。桃、どういうことも？少し前まではネネの後ろに隠れてばかりだったのに、この短期間で成長したものだ。困っている人がいれば手伝いたいか。この旅で随分と積極的になったな。やはり夢に向かって進む気持ちというものは強いな。も、教えてくれるも。ただ教えてしまっては成長につながらない。そうだな、一緒に考えるとするか。桃、やっぱりメリアちゃん優しいも。